はい、こんにちは。今日も気になる健康トピックについてお話ししていきます。今日は納豆ですね。納豆っていうのはもう日本が生み出した最強の健康食品と言ってもよくて、毎日食べることもおすすめしてるんですけども、この納豆の食べ方についてはこの健康効果を最大限に生かすためには結構覚えておいた方がいい注意点というのがあるんですね。これについて今日はお話ししていきます。まず納豆の健康効果について簡単にお話ししていくんですけども、まず豊富な食物繊維と食物性タンパク質ということで、納豆といえばあのネバネバなんですけども、まあ、大豆自体はあんなにネバネバしてないんですが、あの大豆を納豆菌が発酵することによってポリグルタミン酸とフラクタンという成分が結合してあのネバネバができるんですね。で、あのネバネバは実は食物繊維なんですね。食物繊維っていうのは人間の消化酵素で消化できない糖のことなんですけども、まあ、人間が消化できなくても腸内細菌は分解してくれるので腸内で善玉菌の餌になってくれる。あとは食物繊維っていうのはいろんな栄養素とか腸内にこびりついたゴミを絡め取って排出してくれる、そういった役割もあります。でもちろん大豆には植物性タンパク質が豊富ですから、筋肉をつけたり臓器を鍛えたりするのにも有効であるということですね。そしてあと意外と知られてない重要なポイントなんですけども、この発酵することによって大豆にもともと含まれている有毒物質を除去することもできるんですね。まあ、植物っていうのは大なり小なり多少あの毒を持っているもので、特に大豆っていうのは豆種ですからあんまり食べられないように毒を備えてるんですね。今の大豆は品種改良してその毒はだいぶ減らしてるんですけども、それでもやっぱり少なくはないということで、この大豆に含まれている種子毒とか、あとゴイドロゲンという甲状腺の機能に悪影響を与えるような有害物質、あとはトリプシン抑制物質といって消化酵素を抑制してしまうような物質というのも大豆には実は多いんですけども、こういったものを発酵によって除去してくれるんですね。納豆菌が全部分解してくれるので大豆のデメリットの部分をより減らしてくれるというのが納豆になります。そしてもう一つは納豆菌による納豆キナーゼという酵素ですね。まさに納豆菌が納豆を作ってくれる酵素のことなんですけども、この納豆キナーゼっていうのは体の中で血栓の元になるような部分を溶かして血液をサラサラにしてくれる、血流を良くしてくれる成分であるということも非常に有名ですね。まあ、そしてこの確かな、その健康効果としてもうグラフにも現れているんですね。まあ、納豆をはじめとした大豆発酵食品は死亡リスクを下げるということも分かっています。発酵大豆食品の摂取量が多いほど、まあ、男女ともに死亡リスクが下がる。そして発酵大豆食品といえば納豆だけじゃなくて味噌とか醤油とかもあるんですけども、それらに個別の食品に比べて納豆は循環器系疾患のリスクが最も顕著に下がる、低下させてくれる食品であると言われています。つまり血管系ですね、心筋梗塞とか脳梗塞による死亡リスクは納豆が最も顕著に下げてくれるということになります。でここで重要なポイントは、発酵大豆食品であって、総大豆食品の摂取量は死亡リスクと相関しないということが分かっているんですね。これは国立がん研究センターの、研究結果を引用しているんですけども、発酵大豆食品の摂取量は死亡率の低下と相関するけれども、総大豆摂取量の、方は死亡率とは相関しないということなんですね。つまり大豆はまあ健康にいい食べ物ではあるんですけども、発酵させることによってより健康効果が高くなって死亡リスクの低下というグラフにもはっきり現れてくるようになるということなんですね。で次に納豆の NG な食べ方ということなんですけども、これは結構有名な話なんですけども、納豆に含まれている血液サラサラ酵素である納豆キナーゼっていうのは酵素ですから、酵素っていうのは基本的に熱に弱いんですね。だいたい納豆キナーゼは70度ほどで失活してしまう、活性を失ってしまうと言われています。つまり
納豆を加熱するような調理方法はあまりしない方がいいということですね。まあ、定番で言うと納豆チャーハンとか納豆カレーとか納豆味噌汁、まあ、こういった形で納豆をグツグツ加熱してしまうようなやり方だと納豆キナーゼが死んでしまうので、この効果が減ってしまうってことなんですね。まあ、納豆キナーゼがなくなっても納豆独特の食物繊維とかタンパク質っていうのはしっかり取れるので効果ゼロではないんですけども、ちょっとは減ってしまうっていうことですね。あとこれに関連して熱々のご飯にかけてもダメっていう言われることがたまにあるんですけども、熱々のご飯っていうのはだいたい75度から80度ぐらいなんですね。で、炊飯器の保温温度って、最低60度から75度ぐらいで、機種によって差があるんですけども、この幅っていうのはほぼメーカーで統一されてるんですね。で、60度下がってしまうと雑菌が繁殖しやすくなる。で、75度を超えてしまうと今度糖とタンパク質が反応してメイラード反応って言って、簡単に言えば焦げてしまうんですね。納豆が、納豆じゃなくてご飯が黄ばんできてしまうので、だいたい炊飯器の保温温度は60度から75度ぐらいになってまして、そして炊飯器からお茶碗に盛った時点で5度ぐらいは下がりますので、ご飯に納豆をかけても納豆キナーゼが失活するっていうことは少ないと思いますね。それは大丈夫であると言えます。で、もう一つ重要なポイントなんですけども、この納豆キナーゼは熱で失活するって言いましたけども、そもそも胃酸でも失活するんですね。食べたものは全部胃に行って胃酸で溶かされるんですけども、そもそもこの納豆キナーゼもこの胃酸で溶かされて活性がなくなってしまうんですね。だいたい胃酸によって活性度が 28% から 31% ぐらいまで下がるという研究結果があります。ですから熱から守ろうが何だろうがどうせ胃酸でなくなっちゃうと言われるんですけども、実はこの納豆のネバネバが納豆キナーゼを包み込んで胃酸から守ってくれるんですね。ネバネバっていうのは食物繊維ですから人間の消化酵素ではなかなか消化できないんですね。ですからネバネバに守られた納豆キナーゼはそのまま腸に行って吸収されて血液サラサラ成分として働いてくれると言われています。ですからこの納豆を食べるときはよく混ぜてですね、ネバネバをたくさん出すんですね。だいたい糸がもう真っ白になってくるまで混ぜるべきであると言われています。回数としては目安としては25回ぐらいって言われてますけども、いちいちこうやって数えないと思うんで、納豆が真っ白になるぐらいまで混ぜましょうということですね。で、あとは納豆にだいたいタレってついてくるんですけども、このタレを入れた状態で混ぜ始めるとこの水分によってネバネバが流れてしまうんですね。水分が少ない方が納豆独自のネバネバが出やすいので、タレを入れるんであれば混ぜた後から入れた方がいいですね。で、そもそも納豆についてくるタレってよく見てみると結構添加物が多いんですよね。特に加糖ブドウ糖液という、砂糖よりも血糖値を急上昇させてしまう甘味料が入ってますので、せっかく健康食品の納豆を食べるんであればできれば添加物マシマシのタレはあまり使わないで醤油だけとかわさびとかそういうので味をつけた方がいいと思います。で、最後に納豆のいい食べ方なんですけども、相性のいいトッピングなんですが、まず一つはネギなんですね。刻みネギ入れる方多いと思うんですけども、ネギっていうのは辛味成分のアリシンという成分が入っています。で、辛味のアリシンっていうのは納豆に含まれているビタミン B1 と結合してアリチアミンという成分になるんですね。で、アリチアミンというのは何かというと持続型ビタミン B1 と言いまして、納豆って大体お米にかけて食べるんですけども、お米には糖質が含まれてますね。糖質っていうのは体のエネルギー源になるんですけども、糖を体の中でエネルギーに変えるには必ずビタミン B1 が必要なんですね。しかしビタミン B1 っていうのは水溶性ビタミンですから水に溶けてしまうので体の中にあんまり溜めておくことができないんですね。しかしこのビタミン B1 がアリシンと結合してアリチアミンになることによって持続型ビタミン B1 ということで非常に
長持ちするようなビタミン B1 になるんですね。これによってご飯の糖質を余すことなくエネルギーに変えてスタミナをアップすることができるということですね。あともう一つはメカブですね。メカブもメカブ納豆にして食べると美味しいんですけども、メカブのヌルヌル成分もあれは食物繊維ですから、これも納豆キナーゼを胃酸から守ってくれるのに役立つわけですね。あとはもちろん食物繊維に豊富ですから、メカブだけでもこの腸活にとっては最強のタッグとして、毎日働いてくれるものになるんですね。ですからネギとかメカブとかを入れてよく混ぜて、そしてあんまり熱は加えないで納豆を食べるというのが一番ベストな食べ方になります。今日の動画役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。